アサーラ、ムニョスギハーロは、スペインアンダルシア州コルドバ県、ドニャメンシア出身の女子プロゴルファー。2009年に、プロ転校し、ルプがツアーや欧州女子、ゴルフツアーでプレーしている。1987年に、アンダルシア州コルドバ県、ドニャメンシアに生まれ、わずか14歳だった2002年には、スペインアマチュア選手権で優勝した。2006年には、 アメリカ合衆国のアリゾナ州立大学に入学し、3年生だった2008年に NCWA ゴルフ競技で個人優勝を果たすと、4年生だった2009年には NCWA ゴルフ競技で団体優勝を果たした。アリゾナ州立大学では心理学の学位を取得し、優等の成績で2009年に卒業している。2009年にはイギリス女子アマチュア選手権で優勝したが、 この大会で2位となったのは同じくアリゾナ州立大学に留学中のスペイン人選手のカルロタ・シュガンダである。2009年9月にプロデビューし、10月のマドリード女子マスターズで欧州女子ゴルフツアーデビューした。2010年にはルプがツアーに本格参戦し、出場したメジャー3大会全てで20位以内に入るなどした。 賞金ランキングで30位となり、同い年のスペイン人選手であるベアトリス・レカリを抑えて、ルップがツアーの新人選手賞を受賞した。2010年末には、ワールドゴルフランキングで41位となった。2012年5月には、サイベースマッチプレイ選手権で優勝し、ルップがツアー初優勝を飾った。この優勝によって、世界ランキングが27位から19位に上昇した。 2013年9月にはフランス女子オープンで欧州女子ゴルフツアー2勝目を飾り2014年10月には同大会で2連覇を達成した2016年9月にはスペイン女子オープンで欧州女子ゴルフツアー4勝目を飾り2017年9月には同大会で2連覇を達成したありがとうございます